先日 AD の黒ピッカーを購入し黒ひげボケを削っていたのですが、葉っぱについた黒ひげボケは取れないし、そもそもこういう作業ってあくまで応急処置でしかなく根本的な水質の改善が必要だよなと改めて感じました。ありがとうございます。今地です。立ち上げから3ヶ月が経った30センチキューブ水槽です。最初にテネルスとショートヘアグラスとパールグラスを植えていたのですが、ショートヘアグラスの面影はほとんどなくなってしまいました。大きな流木を置いて接着剤でアグビアス7口をくっつけまくっているのもなんだか悪趣味な気がして非常に微妙です。ここで世界一どうでもいい報告があるのですが、流木の向きを少しだけ変えました。世界水草レイアウトコンテストの生配信を見ていて、抜け感みたいなものを意識するようになったから抜け感とかよく分かっていませんが、とりあえず左側の奥にスペースが生まれました。そこでチャーム瓶です。そして今回の主役クリナムアクアチカナローリーフです。価格は4700円、めちゃくちゃ高いです。この水草すでに水槽の右奥に植えているのですが、追加で欲しくなってチャームで注文しました。以前買ったのは銀座のパウパウアクアガーデンなんですが、値段は忘れました。チャームではアクアチカナローリーフという名前で売ってましたが、今はクリナムカラミストラタムという名前で流通することが多いようです。どっちにしても、あ、また一つ変態的なカタカナ固有名詞を覚えてしまったと、沼への階段を着実に下る足音が心に響くばかりです。ちなみにこいつはカメルーンが原産らしく、現地でも珍しい草と言われているみたいです。うねうねした葉っぱにかなり質感があります。球根というのも特徴で、水生水蓮の仲間だそうです。植え替えに弱いのですが、基本的には丈夫な草みたいです。ということで植えました。うねうねした葉っぱは存在感があります。成長速度はかなり遅いのですが、葉っぱは70センチくらいになったりするらしいので、このサイズの水槽には合わないかもしれませんが、どうなるのか見届けようと思います。ちなみに増える時は分球といって、球根が膨らんで分裂し新しい株を成長させていくみたいです。手前に大きいものを置いて奥に小さいものを置くと、遠近法で奥行き感が出るというのを最近知り、小さい流木を奥に配置してみましたが、なんかこれじゃない感が満載です。何の役にも立たない動画ばかりアップしてますが、よかったらまた見てやってください。チラチラ釣り込んでいる左の水槽でとある実験をしています。それもまたそのうち動画にしますね。